で、まあ、僕が何を今それを言いたい、聞きたい、言いたいとか聞きたいかっていうと、まあ、2002年に終わって2012年に10年後ってやったわけじゃないですか。で、もうすぐ2020年じゃない、2022年があるわけですよ。あれの、あの、あれから20年後っていうのはやらないんですか。なんでですか。これからはプロレスラー兼 YouTuber だけじゃなくて本気で Instagram も目指しちゃうぞ。皆さん今年も私の Instagram のたくさんのいいね、フォロー、コメントの方もよろしくお願いします。プロレス王子の三本です。さあ皆さん、本日もこちら東京渋谷のかつて愛の貧乏脱出大作戦で達人店として放送されましたパクパクモリモリカレーからお届けしてまいりますのでよろしくお願いします。あの番組が終了した2002年から今年で20年、2002年にレギュラー番組が終了してから今年で20年になります。2012年にはあれから10年スペシャルが地上波放送されました。しかし番組ディレクターの話だと今年は2022年だからあれから20年スペシャルをやってもおかしくないのに、今年はその企画を誰もやろうとしてない。このままではせっかくの記念すべき20年という節目の年がダメになってしまう。冗談じゃありませんよ。確かにあの番組の出演店のほとんどが閉店しています。でも少なからず営業しているお店や閉店後にも必死で頑張って生き続けてる元店主さんのその後をお届けしてきたじゃないですか、私が。だからもしあの放送から20年を誰しもがやらないのなら、私が今年は手を挙げて体を張ってやろうじゃありませんか。題してあの番組放送から20周年企画配信予告スタート。あれから20年、テレビがスペシャルを地上波放送しないなら私が企画し動きます。お久しぶりです。今日もごめんなさい、あのカメラ回させていただきます、 YouTube の撮影で。すいません、4年ぶりに東京から来ました。神奈川県三浦市、今は亡き名寄亭を支えた達人と今は亡き名寄亭の隣にあり名寄亭の代打として登場してくれ、黒羽亭の達人自らも寄られたお寿司屋黒羽亭八丁寿司。愛の貧乏脱出大作戦の第3回放送、題して愛の貧乏脱出大作戦の3番打者。
お好み焼きアルプス。食い倒れの街大阪。そこ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 、中中、そこそこ、中中。あ、ソウルメイト見えてきましたね。千代ちゃん&ソウルメイト。日本の都、そして日本の歴史が詰まった京都、松並。あ、すみません。すいません、あの僕はもう東京から来たんですけど、今日あの月、あ、白金、私です。あ、龍蔵さん、え、白金龍蔵さん、龍蔵、あれ3代目なんですか。いや、親父が3代目だったんだけど、あの代名は変えないで、そのまま。あ、そうなんですか。じゃあ、あなたが4代目なんですね。そうです。すごい。じゃあ創業何年目なんですか。ここに移ってきてから平成7年だから21年ね、その北の大地札幌。2001年3月に放送した現大正軒綾瀬店の中国人店主であるリーさんが極寒の北海道で修行先を探してラーメン屋を食べ歩いたうちの一軒、月見軒。そして同じく北海道旭川はいいものの、昨年2021年中に全てを配信する予定が、新しく買い替えた納期未定のパソコンの入荷が遅れて全ての配信しきれなかった。2001年3月に放送から21年後の2022年3月に配信予定、文福2021年の続き。2021年秋、あのラーメンの鬼、今は亡き天下の佐野実さんから伝授された茨城県宗像市の田んぼの中の名店に再びやってきた横浜ラーメン再調査。2018年の調査から早4年、再び動き出す。
東京上野のアメ横の達人店、タコ吉の再調査、志村商店。2017年の調査から早5年、そして番組当時でさえ高齢だったあの達人はまだ健在か。田中商店再調査&八尾富士。さあ皆さん、昨年の秋はまさかのパソコンの買い替えでなかなか届かなかった影響により配信が何ヶ月もできないというアクシデントが発生しましたね。でも年明けに届いてからすぐに配信し、そこから毎日 YouTube 配信を継続しております。なので今年のこの動画配信からも目を離さずどうか見守ってください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただいた方はチャンネル登録、グッド評価、快適コメント、世界中に拡散の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。